えるのいい。イェランがスナップショットするという夢を見ている。イェランがスナップショットしたらぶっ壊れでは。ゆくあきの最有力校ってスナップショットしないんだよね。ゆくあきというキャラクターがいて、まあ、ゆくあきめっちゃ強いじゃないですか。スナップショットしなくても強いからエグいんだけど。ベネットの元素爆発で攻撃力めっちゃ上がってる状態で最有力校を使っても、そのベネット、ゆかきを場に下げて他のキャラクター出してる状態だったら攻撃力元に戻って、最有力校の火力戻っちゃうんだよね。まあ、だから、なんかディルックゆかきとか、原神が始まった初期かな、ディルックゆかきってめっちゃ編成がいいよって言われてて、まあ、ディルックに末路持たせる場合が多いじゃないですか。で、末路ってチーム全員の攻撃力上がるんで、まあ、このチーム全員の攻撃力 80% 上がって、ゆかきの最有力校も攻撃力 80% 上がって入るから、まあ、それが強いよねっていうのもあった。どうだ、いや、まあ、やっぱスナップショットする方が強いのは間違いないからイェランの爆発がスナップショットしたらえぐいね。まあ、星5キャラだからユクアキより攻撃力もいいし突破ステータスも優秀だし、まあ、星5だから爆発の添付倍率もユクアキよりは高いと思うから、まあ、期待して良さそう。火力自体、まあ、サブアタッカーとしての火力はだいぶ楽しみ。イェランをアタッカーとして使うかサブアタッカーとして使うかは元素スキルのクールタイムによるな。イェランの元素スキルが、まあ、クールタイム何秒 ?10 秒とかだったら、アタッカーできると思うし、クールタイム20秒とかだったら、まあ、もう一人アタッカー欲しくなったりするのかもしれない。